里崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。さあ、今年もやってまいりました。はい。ビックリマン選手です。はい。まあ、さぜかね、ビックリマン終身名誉 PR 大賞をやらせてもらってるっていうところで、そことかけまして、うん、まあ、2021シーズン。今年も噛むね。今年もね。はい、まあ、噛んでいいのはね。そうそう、ね、ロックだからね。はい。うん。うん、シーズン。2021シーズン。はい。想像以上の活躍をした選手に贈られるビックリマン選手です。はい。もうすげえなみたいな。びっくりした選手を上げていくっていう、ね。いい意味でびっくり。いい意味でね。これいい意味でのびっくりだから。はい。すごいじゃん、あのびっくりっていうところでね。今回、パ・リーグ。はい。お送りしましょう。はい。まずはね、ソフトバンクホークス。はい。千賀投手です。はい。びっくり。でも毎年活躍してますよ。いや、そうなんですけどね。はい。まあ、10勝して、はい、10勝でびっくりだなみたいな感じじゃないですか、うん、はい、もっとできるでしょみたいな、はい、でもこれにはねちょっと理由があるんですよ、うん、この千賀投手なんと今年足首を怪我してほぼ1軍にいないのに、はい、10勝ってやばくないですか。ああ、まあ、確かにそう考えたらそうですね。だってこの月別成績、はい、4月1勝です、うん、でそこから5、6、うん、登板なし、うん、で4月も1試合しか登板しないから、はい、ほぼ3ヶ月、うん、登板しないの、はい、で8月にあ7月に1試合登板してるんですけど、うん、これあの復帰戦、うん、あのオリンピック前に、はい、でロッテにボコスがやられて、うん、防御率 33.75、 そうオリンピック大丈夫ってちょっと思いましたもんね。そうでそっからの、はい、怒涛のオリンピック終わりからの8、9、10で9勝です。いやそれはすごい。あ確かにすごい。この10勝の意味が違うでしょ、はい、そうですね。前半戦いたらじゃあ20勝してるのぐらいのなんか、ね、いや本当もう15は 100% だね。はい、そうでしたね。うん、わあ、そっか。だからこの怪我で4、5、6、7、うん、ほぼ4ヶ月いなくて、うん、はい、実動2ヶ月半よ、うん、8月もオリンピックからか途中から、はい、2ヶ月半でほぼ負けてないですか。もう後半はでも9月と10月に1敗ずつしてるんですよ。でも8月2勝、9月4勝、はい、10月3勝、うん、で4月に1勝してるんで、うん、10勝です。ああ、これやばくないですか。いやこれはすごい。10勝千賀で10勝でびっくりって思うかもわかんないですけど、はい、ほぼ今年1年間いなかったのに、うん、それで10勝してるっていうのは、はい、そのなんかこの底力にびっくりっていう、うん、そうですね。もう普通の10勝とは意味が違うんですよ。意味が本当20勝分ぐらいの価値があるんちゃうかっていう、素晴らしいね、うん、はい、今年は活躍だったなっていう。だって10勝した時に最後、ね、え千賀10勝あ10勝えほぼほぼいなかったけどなって思ったもんね。そうですね。オリンピック間に合うかって言われたぐらいでしたから。さあ続いて、はい、ロッテです、うん、ロッテは佐々木千早。ほう、やっぱりびっくりですね。だって去年はね、はい、うん、その後ろが沢村、はい、原川、うん、増田だったんですよね、うん、で沢村がメジャーに FA 移籍して、はい、で原川が怪我して、うん、どうなるんやって言ったところで、ね、8回に佐々木千早が入ってよ、うん、オールスターも出たからね。はい、そっか、オールスターも選ばれてましたっけ。そう、このもう嬉しい誤算っていうか、うん、本当去年の今頃、うん、佐々木千早が勝利の方程式入って、はい、一軍でフル活動するなんて誰も思ってなかったと思うよ、うん、正直。それがこの代役、はい、しっかりこなして、うん、もう今やもうね、唐川より多分チームの評価がね、うん、上がってるから。佐々木千早58試合登板8勝1敗、はい、勝ち運って言われたからね。佐々木が投げると、うん、あ何かが起こるっていう。その後逆転したりとか勝ち越したりとか。リリーフで8勝ですもんね、うん、すごいよ。途中まで最多勝取るんちゃうかって言われてね、はい、あともう一人がね、はい、小島です、うん、まあ今年ね本当生え抜きだと唐川石川に次いでやっと2桁勝利、はい、もうずっといなかったからね、うん、でその中で防御率 3.76 10勝4敗、うん、まあね十分だね。貯金作りましたね。いい形でね、まあここはね受賞がいなかった中ね、うん、もう今や左腕エースだからね、はい、そういった意味でも今年のねあの活躍にも期待するところだし、うん、まあ、1年前から考えたらこの佐々木千早小島のね活躍がびっくりっていう、うん、いいね、2人がいたからこそ優勝争いしたそうできたっていうね、うん、さあ続いて、はい、西武、はい、若林です。うん、いやすごかったよ。いやなんか、ね、逆に悔しいですね。なんか惜しいなと思っちゃう。このルーキーイヤーでね、はい、44試合、うん、40安打、打率2割7分8厘、はい、ホームランも2本打って、うん、なんと盗塁が20個、はい、この時点で。この時点で、うん、だって盗塁王が24個、24個、だからあと4個さよ、うん、下手したら盗塁王だったのよ、はい、ほぼほぼいなかったのに。しかもこのペースで盗塁こんだけしてたら、いや、じゃあシーズンいくつしてたの。50はもうマストでしたね、うん、だから下手したら60ぐらい、うん、行ってたかも分かんないところでね、はい、ちょっとあの怪我はね、うん、
本当に痛かったかなっていうところはあるけども、はい、あの前半戦の活躍は忘れないね、うん、早くね、まあ、あの復帰して、はい、またあの勇姿をね、うん、見たいなっていうところでね、インパクトはすごい残ってます。すごい本当にね、うん、1年間いたらどうなってたのかね、はい、非常に楽しみだったけども、うん、まあ、怪我は仕方ないんでね、うん、早く治してほしいですけども、はい、この短期間の出場で通れるようになりかけた若林もね、うん、その能力にびっくりっていうね、はい、で続いて楽天、はい、うん、おー誰かな、滝中、あああ、そこ来ましたか。いや、10勝だからね、はい、初だよね、本人としては初です、2桁はね、はい、で、今年の楽天の投手陣でいうとね、うん、マー君は4勝でしょ、はい、則本が11勝、岸9勝、うん、で、涌井6勝、で、早川9勝で、要は則本に次いで2番目の勝利、はい、で 3.21 と防御率も立派だし、はい、言えば本当に滝中投手以外の5人はこうローテーション確定だって言われて、うんうんうん、じゃあ6人目誰だってなって、まあ、去年もよかった滝中投手が入りましたし、そこで10勝してくれるっていうのはチームにとって大きいね、本当に大きかったですね、うん、しかもキャンプから結構いい球投げてたからね、はい、でしかも結果もねついてきて、うん、で20登板して1年間ね、うん、しっかり活躍したのは、はい、いい意味でびっくりだね、そうですね、だってマー君、則本、岸、涌井、早川でそこで満足っしょみたいなね、寺川でね、うん、今やもうだから2番手の成績でね、はい、チームに貢献したっていうのは非常に素晴らしかったし、もう今年はねもうローテーションの中心的役割を果たしてね、はい、投げていくんじゃないのかっていうね、もう名前にね、もう必ず私に入るって感じで、うん、名前をね、そうこの活躍にはねびっくりだなっていう、はい、うん、高橋さんなんかあるんですか、楽天は。あ、そうですね、私的にはやっぱ島内選手は結構びっくりでしたね、打点を、はい、お、打点を取るんだびっくりみたいな、うん、あの、まあ、打点は取るよねとかじゃなかったの。いや、そういう感じじゃなかったですよね。だってホームランを、まあ、ものすごい量打つバッターじゃないじゃん。なんか打点をっていうと、ホームランを打点をなんか同じ人が取りそうだなみたいなイメージあるじゃないですか。だけどそうじゃないけれども、いいところで打って打点を稼ぐっていう、私結構びっくりしましたよ。しかもね、はい、滝中にだってはまだ27歳だからね、はい、でまあ、社会人ね、本田鈴鹿から来て、まあ、去年もね、いいピッチングして、ここからね、中心的な役割でどこまで頑張れるか、はい、ね、だ島内、もうちょっとね、浅村とか周りも頑張ればもうちょっと上がったかも分かんないですけど ね、うん、島内、岡島選手のあの同級生コンビが来年もね、まだまだ頑張ってほしいですね、うん、そうだね。さあ続いてオリックス、はい、ビックリマンだけどもラオウ杉本、おいや、ホームラン王よ、取ると思わないですよね、うん、1年前の今日よ、うん、杉本がホームランを取る、さすがに思わないよね。去年も、まあ、試合出てたわけじゃないですか、うん、でもそこ出たり出なかったりぐらいだったからね、うん、はい、去年打率2割6分8厘、うん、ホームラン2本だから、はい、だってそれまでの通算が2421だから6、7、8、9本だからね、はい、それが32本でホームランを、しかもしっかり打率も3割残して、うん、4番確定、はい、ベストライン戻って、はい、それはもうびっくりですよ、大びっくりですよ、誰が予想していたかと、うん、地元同じ同居なんだから予想しろよって話だよもうびっくりよ、でもまあ素晴らしいね、はい、活躍だったんで、はい、誰しも納得のびっくり、なんか来年からは黒いなんかリストバンドにして、なんかブラックラオウで行くみたいな、ね、コメントしてましたけど、はい、どうなるのかっていうね、うん、でそれでやって打ってなくなったからもう黄色に戻すみたいなパターンもあるからね、はい、あとはやっぱりね、はい、宮城ですね、うん、まあそのね、山岡が怪我して山本一人におんぶに抱っこのところで、はい、宮城が出てきて13勝、はい、非常にローテーションのバランスが良くなったピッチャーでもあるだけにね、だって佐々木朗希、はい、奥川と同い年の中で一番早くローテーションをね、うん、まあ、他のピッチャーは中6日で回ってないからね、はい、その中でしっかり中6日で回って、まあね、ちょっと終盤疲れたとはいえ、はい、1年間通してしっかり結果出したのは大きいですね、新人王も取りましたし、あ、で、負けるまで髪伸ばすって言ってロン毛から、ね、丸刈りにしてね、そうそう、今はなんか、はい、伊藤博美のこうキューイーってやつを目指してるらしいそうなんですか、言ってたこれ、まあそこまでじゃ伸ばすんですか、ね、あ、なんか伊藤博美の髪型に真似しますって、でもみんなにこう頭こうやってなでなでされて、こうやってやられてるのがすごい私可愛くて、いつもああいう写真探して見てたんですけどしかもなんかキャラ、ね、グッズにもらってね、はい、ね、宮城様って、うん、神様、仏様、宮城さん、はい、非常に頑張れたんじゃないのかなっていう、栗林選手もすごくなかったですか、まあね、うん、中島監督の我慢にやっぱりだけどね、そうですね、まあ、それにね、終盤にしっかり応えてね、うん、坂本も達成できなかった10代2桁本塁打、はい、まあ、だから今年かなりね、どこまでもっと成長するか期待だね、うん、まだね、高卒2年目でしたから、うん、そう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 、うん、さあ最後に日本ハム、はい、日本ハムはね、うん、伊藤博美だね、
まあ、もちろんドラフト1位で入って、うん、まあ、新人争いするぐらい頑張るなっていうところは思ったけども、やっぱあのオリンピックの活躍にびっくりだね。本当そうですね、急遽呼ばれて、うんうん、であれもインタビューした時に、はい、急遽呼ばれる形になって準備とかしっかりできてたんですかって言ったら、はい、その立山さんコーチで、うん、立山さんからもう内々にもう前々から既存のメンバーに何かあったらもう一番最初に呼ぶから準備はしといてくれって言われたらしくて、だから気持ちの整理できてたから、はい、すごいハスっていけたって言ってて、でもルーキーにしたあの大舞台で、うん、あの活躍っていうのはもうあっぱれでしたね、うん、そう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 、しかもあのお色陣で、はい、ああ、そうで話題になりましたね。そうそう、でも最初ね、はい、なかなか援護もなくて1勝するのが時間かかって、うん、で最後も10勝目がね、はい、なかなかちょっと時間かかったけども、うん、まあ、しっかりね2桁勝って来年に向けてっていうかね、はい、まあ、今年、うん、まあ、噂に次いで、まあ、いいところで投げていくんだろうからね、はい、非常にまあ楽しいなピッチャーですけども、うん、まあ、想像以上のねオリンピックも含めて伊藤はね活躍したことにびっくりっていうね、はい、ですね、うん、新人特別賞というのも、ね、そうよかったですね、うんうん、まあ、ということでね、はい、実績抜群の千賀から始まってね、はい、ルーキーの伊藤ね、うん、遅咲きの滝中ね、うん、はい、社会人卒からの2年目ね、うん、であとはまあ杉本のタイトルですからね、はい、若林の怪我からの復帰には期待したいですね、うんうん、まあ、ということでね、まあ、毎年びっくりマンっていますね、いるいるよ本当にもうびっくりね、うん、はい、まあ、皆さんのね、うん、好きな推しチームのね、はい、選手の中でこの選手にびっくりしたっていうね、うん、選手をコメント欄でお願いします、はい。